はい、こんにちは。皆さん、せんべろって言葉よく使うでしょ。1000円でベロベロになれるっていうふうに、いう意味なんですけど、実際に1000円でベロベロになることあります？なってみたいじゃないですか。でね、今日は、以前お邪魔したソレユケ鳥野郎に行ってですね、50円の角杯をずっと飲んで、食べ放題のお通しね、あのエビせんをずっと食べて、1000円以内で本当にベロベロになるか検証してみたいと思います。もうお店に着きますんでね、行ってきたいと思います。これな、今日俺これだけで行きますから。これ食べ放題だから、すごいよ。行きます。じゃあ乾杯しよう。一杯目。うん。どうかな。酔っ払えるかな。最近酒弱いから、それも相まっていけそうだよね。嫁に越された。うん、出てきました。 あなた今食べる？食べない。今日はママは何頼んでもいいけど、俺はこれだけで行くっていうルールですから。何杯のまで飲めるのか。逆に12杯12杯だよ。お通し入れてたよ。うん、12杯。お通し入れて12杯飲めるの無理だ。一杯目終わりそうだよ。すいません、割愛ください。2杯目です。これうまいよね。うまいよこれ。うん、これいいよ。口が寂しくないよ。うまいよね。うまい。このこれがね、ポテトチップだったら無理だけど、このこれだからうまくいく。すいません、宅配ください。うまい。本当はね、変わらずここはな、ちゃんと宅配おいしい。おいしいよ。お酒がおいしくないのは本当良くない。そこお酒おいしいんだよ。3杯目。すいません、拡大ください。順調にね、順調に飲んでますよ。でもね、エビセンがね、そんなにね、腹減らないんですよ。これいいよ、いいおつまみ。はい、4杯目。うまいよ。これね、ほんと、酒うまいよね。あの、せんべろってしたことないじゃん、結局。みんなね、さって言うんだけど、テレビとかでも何でもせんべろ企画って言うけど、大概2杯ついて、おつまみが2品ぐらいよ。すげえ、こんな一人で。関わりください。5杯目いきます。まだそんなに酔っ払ってないと自分では思っている。5杯目終わり。もうね、これもなくなりそうっすよ。おかわりするから。
これで今度なくなりましたんでおかわりします。すいません、これもおかわりください。いいよ、これおかわりするよ、なかなかいない。いきます。2個目これ食べ放題だから。うまいよ。いやだいぶ酔っ払ってきてんだ、酔っ払ってきてんだ。俺6飲んだら折り返しつけ6杯目。あ、ちょっとね、ホワホワしてきてるよ、酔っ払ってきてる。正直飽きてきてる、飽きは来てる、ビトラホまた飽きる、飽きるけど、けどこれすげえ美味しいじゃん、これマジで美味しいから、あのずっとこれで通せる気もまだしてる。もう6杯目も終わります。私はここでチキンジャンマンで超誘惑じゃん。誘惑だね。もうこれごめん、飽きてるからね、こっちは。言っちゃったじゃん、まだいける。じゃあまだいけるけど、まだ全然いけるよ。なきゃ いける、なきゃいける。頼んだら欲しがる人ってそういうもんだから、人ってそういうもんだから。すいません。あるの？あるの？ねえねえ、聞いて、持ってあげたい。やばくない？一生すいませんってさ、これあるの？あるの？あるの？超迷惑だ。7杯目、7杯目っす。結構ママにはもう酔っ払ってるって言われてます。全然平気、ママ見て顔見て、酔っ払ってない。マジで立ち上げ、はい、これは立ち上げ、すいません。酔っ払ってる、酔っ払ってる、酔っ払ってる、絶対酔っ払ってる、わかる。立ち上げ言ってんだもん。はい、8杯目です。ありがとうございます、8杯目、8杯目ありがとうございます。8杯目いただきます。やっぱね、こんだけ安いし、コスパがいいから、お店もね、結構混み出してますよ。これ7杯目なんだけど、もうね、ラストオーダー来たんですよ、1時間半経ったから。で、これが8杯目で、結局12杯目標にはいかなかったけど、だいぶもう酔っ払ってます。これ多分7杯、8杯飲んだらもうベロベロなれるんじゃないかなって。もう今もベロベロですし、これちょっと開けてからどんな感じになってるか、最後これもラストだから、どんな感じになってるかちゃんとお伝えしますから。ここで鳥やろう、最高、コスパがもう本当いいです。やっぱね、12杯なんか、まあ、飲めないですよ。なんだろうな、お通じのエビせんが無料なんでね、無料っていうか取られてるんですけど、それに合わせて12杯600円分宅配頼もうとしたんですけど、9杯でもう結構ベロベロです。ここ最高、マジで。安く飲むんだったら鳥やろう、ぜひ行ってみてください。それでは本日の動画は以上になります。バイ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 。で次2軒目あれだよ、飲み放題よ、大丈夫。飲む、飲み放題よ。帰ります。ダメだよ、飲み放題よ、もう予約したもん。面白くない。